こんにちは、いくこです。今日はちょっと見せたいものがあります。じゃーん、これです。金の玉です。で、これですけど、なんだかわかりますか？金の塊だと思いますか？私の大好きなギベオン隕石なんですよ。隕石パワー爆発中です。これ宇宙村のヤフーショップから買いました。注文したらね、翌日にね、もう届いちゃったっていう、すごい早いんですけど、いつも近いからかな、近くはないけど、東京から愛知なんでね。でも本当に早く送ってくださって、丁寧にね、こうね、ケースにも入れてくれて送ってくださいました。もう肌身離さず隕石を持ちたい私としては、ずっと手に入れたかったんですけど、なかなかショップにこれもね、ない時があって、で、今回ちょっとちらっと見てたら見つけて、ABCDEFGHIJKLMNOPQR ぐらいかな、10何個多分種類があって、全部もちろん隕石なので形が違うし、ただ丸くて穴が開いてるんですけど、穴の大きさは多分同じぐらいかな。でも隕石の大きさがいろいろあって、で、まあ、手でこうね、丸く加工してるってことで、やっぱり形が全部違って、で、その全部こう並べて立て、上から見たとか横から見たっていうのをずっと写真で写してあるので、それを何回もこう見て、どの子にしようかなと思いながら、あ、欲しいなと思ってずっと眺めてて、でもこれ結構するんですよ。1万以上するんですよ。なんでかっていうと、まあ、隕石っていうのもあるんですけど、これが24金のコーティングゴールドなんですね。24金って本当に純度 99.99% の純金と同じなので、高価なんですよね。18金とかだと金の他にいろいろなものが混ざってるってことなんですけど、これは24金なので、本物の金がこうギベオン遺跡の周りにコーティングされて、もう最強な感じなんですけど、もうこれあったかいんですよ、今ちょっとつけてるから、体温が伝わってかな、か隕石パワーでこう爆発中なのかで、これを買うときにちょっと1万円ぐらいするので、1万円ちょっとするので、パッと買っちゃうのもなと思って、旦那さんに、これ買って、私買いたいものがあるんだけど、これ買っていいかなってこうスマホの画面を見せたら、どうせ買うんだろうって言われました。欲しいものどうせ買うんだろうって、好きにすればいいじゃんってすいません好きにしました。やっぱり欲しいものっていうのを願ってたら、止められないというか、すいません。でもきっとこれは無駄遣いじゃなくて、私はネックレスが欲しいなとも思ってたし、これはきっと私の元に届く石だったんだなと思いますので、大事にしたいと思います。はい、今日はギベオン隕石のネックレスの紹介でした。じゃあ、またねー。